皆さんこんにちは、くまぱん園芸ナビゲーターこびです。そしてこちらは今日もいつもの通りご機嫌なくまぱん王子です。ところで冬の間は多肉植物のお世話もね、少し暇になってしまい、くまぱん王子のように毎日毎日こたつに入っておやつを食べてゴロゴロしている人はいませんか？ゴロゴロしすがい起きて、くまぱんのようなタニラーにとって、タニラーだったの？クマパン。冬に油断してはいけないこともあります。今日は冬の葉差しのお世話についてのお話になります。寒くなってきたので室内に移動させていた葉差しトレ、こちらになります。クマパン見る？最近のね、私の置き場所などの様子は撮影してきましたので一緒にご覧ください。クマパンも一緒に見てね。置き場所は何度のね、窓際になります。まあ冬だし成長もねあんまりしなさそうだからと、春までちょっと放置して見なことにしてお世話をサボってしまおうかなんて思っていない、クマパン。これはいけません。油断禁物です。これね、みんな葉差しからね育てている、まあ葉差し動画もあるので、よろしかったらそちらの方も説明欄にリンクを貼っておくので、後でご覧いただけたら嬉しいです。そうなんです。これ全部葉差しで大体ほとんどやってるんですが、こちらのコーナー、こちらはね特に成長が早いブロンズ姫になります。もうねわずかですが、すでに植え替えないでこのままいたらば、もう徒長、茎が伸び始めて徒長し始めてしまっているようです。葉差しトレーにはね、一応何度でも、育成ランプとか補助的にもちろん使っていますが、ダメですね。こういう風に葉差しトレーで育てている場合も、冬になって土がね乾いてきたら霧吹きなどでねシュシュッとお水をあげることをねおすすめします。で、特にまだこう葉がついているものでしたらば、多少はそれでも軽く、あまりにも乾燥してたらばもう根が出ているのでお水をあげています。で、このように葉も外れてもうちゃんと育ち始めてしまっているのは、逆にお水がないと枯れてしまうというか弱ってしまうようです。こちらのね、ここのブロンズ姫のように葉差しをスタートした時の葉も取れて少し大きく育っている場合は、晴れた日の午前中に私はねしっかりねお水をあげてしまっています。結構ねジャージャーあげてもね、これだけ大きいと吸ってくれるというか、休眠もそうですね、ブロンズ姫2月くらいはちょっと軽く休眠するかなっていうふうにいつも思っていたんですが、水の吸いも良くてあっという間に乾いてしまっています。こちらのトレーにはこの他にも、ここねたまたまポロッと取れた葉が余ったのでひょいと置いといた白ボタンです。白ボタンも葉差し成功率といい成長もとっても早くてね、おすすめです。で、これももう葉がこんなにカリカリなので、このまんまちょっと水あげちゃっています。あとね、そうですね、この辺これビアホップ、こないだそうですねベランダに置いてあったのをもうこの時期午前中出して夕方には室内にしまってってやっていたら、バーンってぶつけてしまったらバラバラっとまた落ちてしまいまして、その時の葉をねすいません拾ってねちょっと置いといたら、ちょこちょことね小さいんですけれど小さい芽が出てきて葉差しがもう成功しています。あと何やったっけ、あ、ここはねセダム虹の玉コーナーですね。セダム虹の玉もね、はじめすごい小さくて、もうどうなることかと思っていましたが、まあいい感じに、このまま春へ向けて成長させていこうと思ってます。セダム虹の玉の場合は、私はあまり葉差しでやることは少なくて、こう、いっぱい芽が伸びるので、差し穂で増やす方がお手軽で早くていいかなーって思っています。パパやめて、こっちやんないでね。で、あとここ、これまだ小さいんですけれど、こちらはね、ミックスベリア、小人の渚になります。ミックスベリアね、葉差しでうまく増やせるかなと思って、初めてミックスベリアの葉差ししたんですが、結構ね、いい感じに、だいたい 100%
20% 近く、まあ、ちょっと小さいのもあるので、この後どう成長するかなと思いますが、だいたいね、葉を取っておいたらほとんどラッキーだったんですかね、成功しています。ではじゃあお話長くなっちゃったんで、このように伸びたブロンズ姫、これはねちょっともうね、ここまで伸びてしまうとカットしてちょっと下で直したり、あとあまりこう徒長していなければ単独でね植え替えてあげた方がね、この後の成長がいいと思います。この辺も伸びちゃっていいのでカットして一緒に簡単にサクッとお手軽仕立て直しをしてみようと思います。くまぱんちゃん行くよ、作業レッツスタートでーす。ということで、くまぱんすいません、鉢持ってきてくれる？くまぱんが鉢を持ってきてくれます。それで本当に簡単に今日は行きますね。大体こう伸びてしまっているので、つるかな、こうやってつるかな、あ、手袋した方がいいかな、よいしょ、くまぱんくまぱんくまぱん、ハチハチハチ持ってきて、まあ一旦先に切ってますね。大体こうこれもそうなんですが、まあこっち分かりやすいのですいません、こっち行きますね。このように伸びているので、これはもうこの辺で適当なところでパツリと切ってしまいます。これもすいません、今ちょっと途中ですが全部やってください。で、あとこれもですね、ついでにやりますね。 これもこんな風に伸びてビローンとしているので、すいませんカメラ映りにくくて分かりにくいんですが、これも同じですね、こうこんな感じです、切ってしまいました。もうちょっと早く植え替えてあげれればよかったんですよね。冬に入る前にこんな風に切って写真を作っちゃいますね。あ、クマパンナイスタイミング、うん、ありがとう。そうしましたら、よいしょ、これをまあ下の方もうシワシワでいらない葉はちょっと残念ですが取ってしまって、これを土に刺すだけです。下のちょっとねシュッとしちゃった葉は残念ですがちょっと取ってしまいますね。ここまで、紅葉してちょっと赤い模様が残ってて赤くてこうシワシワの葉はね、いくら葉差しがこう置けば落ちた葉が勝手に葉差しが成功するとよく言っている、ブロンズ姫ですが、さすがにちょっと成功しないかななんて思うので今回は残念ですが、これはね葉差ししないつもりです。そうですよね、どうなんだろう、今まで成功したっていうか、もうここまでシワシワだと葉差しにこうこれだとちょっと残念だけど挑戦しないのでわかんないけど、あんまりね成功率が高いとは思えないんですよね。で、続きやっちゃいますね。あ、クマパン鉢小さかったかな、まあいいね、こんな感じでもりもり感出てるよね。こんな感じでどうでしょうか。これでまたね綺麗に育ってくれるかと思います。ブロンズ姫はとても育てやすくて強い性格っていうのをこの見てます、育てやすさというの初心者さんにもおすすめ品種です。というよりも私たちがブロンズ姫なんかひょいと置いとけばこう失敗がなくて育つので、どんどん好きになってしまっているからおすすめしたいだけかもしれません。ね、やっぱり今日一番のポイントは冬だからといって葉差ししてこう成長してきた、苗があった場合、お水をあげないで断水して置きっぱなしにしてはとても危険、危険じゃないか、あまり苗にとって良くないっていう感じですかね。っていうので、私たちはお水を、もうこうだけ育って、こんなもうビヨーンって伸びちゃってるのは、お水をあげたり、まだそんなに、根がちょっと出てきた程度の場合は、霧吹きでシュシュッと表面を、湿らせてあげた方が、春、スタートダッシュがね、いいかなと思うので、おすすめです。
ハザシのやり方の動画やブロンズ姫の育て方は、あの動画ね、いくつかもうクマパンと一緒に撮ってるので、下の説明欄にリンクを貼っておきます。今回は冬のハザシのお話だけの予定でしたが、大好きなブロンズ姫を見てたらついつい手が出てしまいました。そしてお話が長くなってすみません。では私たちと同じくハザシで多肉植物を増やすのがお好きな方は、よかったような合図にいいねをしてお知らせください。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっていますので、よろしかったらそちらの方もご覧ください。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのをクマパンと一緒に楽しみにしてます。クマパン行くよ。またねー、バーイ。クマクマパン、またねー。ねえクマパン、ほらこれもうね、いい感じだよね。でこの辺今ちょっと手触っちゃうけど、取ったやつ、これもどうしようか、鉢いっぱい増やして、鉢もっともっとクマパン持ってきて、どん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 入れてもいいし、まあこういうとこにこうね刺しておくだけでも、ここ、あでもこの調子でいったら、これあの箱庭庭園風に裸足をしてようと思っていたんですが、もうもしかしたらブロンズ姫王国に全部ブロンズ姫になっちゃうよクマパン、この調子じゃ。